宇野浦博1月13日隊は日本の実業家。日本電信電話株式会社代表取締役社長を経て同社相談役。石川県七尾市出身。2018年に行った総務省幹部への接待が後に問題となり、次期総務事務次官候補とされた谷脇康彦らが失脚する引き金となった。石川県立七尾高等学校。 東京大学法学部卒業。1973年4月、日本電信電話、校舎に入社。2012年6月から2018年6月まで日本電信電話株式会社代表取締役社長。2018年6月、同社相談役へ退く。携帯電話料金値下げを目指していた政府から、取締役再任を拒否されたためとされる。 2018年7月には三観学により創設されるキャッシュレス推進協議会会長に就任した。2018年9月4日に谷脇康彦総務省総合通信基盤局長に対し NTT グループ関連会社のレストランで総額30万2000円の接待をしたと2021年3月3日に週刊文春に報じられ NTT は 会食を行ったことは事実とこれを認めた。NTT は総務大臣から事業計画などの認可を受けて経営されており、総務省幹部が NTT 側から共同接待を受けることは国家公務員倫理法に抵触する疑いがある。NTT 側からの接待は他にも公認の沢田淳也岩本俊を北村良太による分も発覚し、これを含めた 報じられた3回合計の総額で58万円超、谷脇が受けた接待額は計17万円を超える計算になる。また谷脇は総務省に対して必要な届出を出していなかった。3月1日に衆院予算委で森山博之議員から東北新社以外の衛星放送各社、民放や NHK、あるいは通信会社の社長から接待を受けたことはありますかと。 問われ、谷脇は公務員倫理法に違反する接待を受けたということはございませんなどと答えてきた。ありがとうございます。